ののちゃん、どうやって守備上手くなったんですか？なんか映像を見たとか、プロ野球選手の。いや、もう、うん、わかんないセンス。センスです。寝て起きたら守備上手くなってた。はい、そうです。ずるいで。もともと上手かったの？なんか、小学校の時同じチームの子がいる？この中に。オールアイチガールズっていう、はいはいはい、愛知県代表、うん、のメンバー。選抜みたいなのは、うんうん、その3番の子と、はいはいはい、0番の子。もう小学校の頃から上手かった。小学校の頃からショート。はい、おうおう。です。愛知ベースボールガールズ。じゃあキャプテンにいつどこで練習してるかちょっと聞いていいですか？毎週土日の富見の富浜緑地で、日曜日が知多市の八幡中学校。ジモティ。後ろにねクーラーボックス積んで、で前に自分の荷物置いてね。何笑ってん？何がおもろい？冗談。ちょっと待って、まだ早い。冗談。あ、準備ね。準備ね。冗談準備して。やるんですか？なんか冗談がいるらしいです。このチームで一番面白い子は誰なの？そう、その冗談。その冗談が準備します。来た来た、冗談来たよ。どういうこと？まあ、一旦やるか。はい、じゃあちょっと、はい、愛知ベースボールガールズ伝統の、はい、冗談。伝統なの。どうぞ。なんかインスタ上がってなかったですか？なんかそのなんか宙浮いてる子がいるなと思って。これが愛知ベースボールガールズの伝統になるということで、ね。はい、じゃあ次2年生の皆さん頑張ってください。引き継いでください。そうですね、ちょっと打順だけ聞いてもいいですかね、いつもの。はい、はい、3番の子がもうすぐ来る。ヒーローが登場すると。はい、下の名前とポジション教えてください。ポジションはサードピッチャー。サードのピッチャー。いや、うん、ヒーローは遅れてくるってあるじゃないですか。ああ、うん、チームの副キャプテンは誰？副キャプテン。はい、副キャプテン。副キャプテンってよ、ね、どんなチームですか？待って、副キャプテンなのに遅刻して大丈夫？いや、遅刻とかじゃねえよ。塾こいつ、なんかやってるわ。滑った。何やねんこのノリ。冗談。滑った。これで全部今後解決しようと思ってます。打順で。いいな、こういう。あ、いい感じじゃない？ OK。ちょっと真顔バージョン。はい。こんな感じで。OK。笑っちゃダメ。ちょっとお名前聞いていい？1年生の川村美優。美優ちゃん。美優。で、3年生相手に投げるのちょっと怖いですか？怖くないです。あ、結構投げてる。いつもバッティングピッチャーで。あ、さっき見たらめちゃくちゃいい球投げてたから。全員あの三振に押さる感じで OK。いいね、そこ。OK。なんか、藤原京太っぽくない？わかる？藤原京太。ね。キャッチャーの子も後輩？何年生？2年生。じゃあ、3年生で打ち取ると思って。3年生打ち取るぞー！いやー！頑張って。おい！いきなり打たれた。ほんまに強いね。そんなことない。おぉ！えぐい！ほんまに強いね。おお、すごい。おお、すごい。こういうイメージなんですね。すごくない？縦振りね。はい。おお、ナイス。ユウト、ジョーダン来たよ。ジョーダン。おいしや、ジョーダン。
わあ、来た来た来た。おお、お、やばい。やったわ。ゆうと、ゆうと。ゆうと。連れ込まれた。反射して反射。ちょっとみんなバッティングいいね。はい。なんか一日どれぐらい振り込んだりして。平日は練習あるんだっけ？平日ないです。あ、土日だけ。はい。ほうほう、みんなどれぐらい振ってる？あ、めっちゃけ。多分何スイングっていうより、30分とか決めてやってます。うんうん、あ、なるほどね。自分は。あ、そういうことね。4番。あ、4番。あ、まあ、これちょっとジョーダンの練習しかしてない。滑りとジョーダン。違う。滑りとか体幹トレーニング。あ、体幹もやってんだ。で、土日で披露する場、はい、ね。ナイスデッドボール。ナイスキャッチャー。ナイスキャッチャー。ちょっとみんなバッティングくね。やばくね。みんなやばい。みんなすごいぞ。なんか一個俺の寿命、なんか俺殺しに来てたバッターいたよね。アコ、カモン。あれは当てなきゃ。あれフェアだよね。ね、フェアだよね。あれ。フェア。大丈夫だよ。大丈夫。やばい。加藤さん、はい、ちょっとみんな触れてますね。そうですね、はい、引退前にみんな仕上がってきました。もう次が最後の大会なんですね。そうです、今週末、来週末埼玉で宮本慎也入ってやってて、俺ら結構近いんで、はい、ちょっとあの応援行きます。はい、お願いします。ちょっと日にち教えていただければ。本当ですか。ABG の心決まってんね。